顔色が悪いな。それともそれも君の演技か。よくまた僕の前に顔を出せたね。これこそが君の望む結果だと思っていたんだが、何しろ僕は君が言ったように忠実に自分の役割を果たしたのだから。もうダメだと思った時は僕に声をかけてくれ。凡人院の天才が僕の遺体を引き取るつもりかい？それは光栄な話だな。戦略投資部の連中も君の訃報を真っ先に受け取りたいと思っているはずだ。忘れるな、君は二度と彼らに会うことはできない。この任務は今僕の手に委ねられている。分かった。じゃあ今すぐ報告を入れてくれないか。アベンチュリンは万全の準備を整えた。17システム時間後に成果を受け取りに来いってね。またそんな大口を。調和にとらわれている状態でどうやって任務を遂行するつもりだ。サンデーとの会話で僕はファミリーの中に裏切り者がいると確信した。ピノコニーの秘密はその人物の手の中にある。そして僕もこの機会に全ての軌跡を本来あるべき場所に戻した。謝礼金も取り戻せたし、ホテルレバリーに足を踏み入れてからここまで順調にことが運んだことはない。勝利まであと一歩なんだ。自分の惨状を復唱しているようにしか聞こえないな。それも負けを認めるのを拒否するような極めて強情な言い方で。僕に言えることはこれだけだ。忘れたのかい？君は僕を一度裏切ってるんだよ、教授。自分の行くべき場所に行くといい。僕はカンパニーの戦艦に包囲されるピノコニーを見たくてたまらないんだ。君も欲しかったものは手に入ったんだろう？ああ。だがどうするつもりだ？その謝礼金の入ったバッグの中に定期動支援を呼べるビーコンでも隠してるのか？さあ、それはどうだろう。まあでも僕が死の瀬戸際にお金を配ろうとしている理由はそれかもしれない。はあ、君は完全に狂っている。どうしようね、ギャンブラー。狂ってるか。もしかしたら僕はとっくに狂ってたのかもしれないね。もういい、これを持っていけ。死ぬ直前にそれを開けるんだ。そうすればきっと僕に感謝するだろう。これはなんだ、処方箋か？君はドラマ性ってやつをよく理解してるみたいだね、教授。人に事件を調べさせておいて手がかり一つくれないなんて、やってくれるな、あの羽頭め。でもあの密航者のために落ち着きを失っている君たちの様子は僕の推測を裏付けてくれた。この後はカンパニーの富の雨を全ての人々の頭上に降らせよう。やれやれ、世の中は乱れ、人々の心も変わってしまった。お前さんは、ああ、わかったぞ。これは何かのいたずら番組だな。きっと向こうの建物にカメラを仕掛け、自分の前行を撮影しているんだろう。お前さんたち若者は朝から晩まで木をてらうことばかり考えている。それではダメだ。本当に面白いシーンとは心で作り出すものなのだから。面白いシーンならもうすぐ始まるよ、おじいさん。でも
その前に少し聞きたいことがあるんだ。この夢ではどこで死を見つけられるか知ってるかい？これはこれは、また死を恐れない若者か。忠告しておくが、自分の考えが進んでいるとは思わないことだ。死、そんなテーマはとっくに廃れている。ドクターエドワードのところで買ったことがあるが、なんというか一点限りの高級な匿名寄付品だという割にはくだらない、ただのおふざけばかりだった。ひどい出来で、目がたくさんある怪物に腹を刺されるところから始まり、その後は高層ビルや明かりがぼんやりと見える以外、ただ世界がぐるぐる回っているだけで、思わず吐くかと思ったぞ。それだけ？他に何があるというんだ。ピノコニーの映画産業の実力には期待しない方がいい。あいつらはそういう作品を前衛芸術と呼んでるんだぞ。笑えるだろう。そうだね、邪魔してごめん。いい一日よ。目がたくさんある怪物、あの記憶行きミームに似てるけど、高層ビルと明かりは死には何の関係もなさそうだ。多分噂で作り上げられたドリームバブルだろうな。準備の歌が銀河で歌い継がれるようにするために、私の公演を応援してね。わあ、綺麗な宝石。でもこんなに素敵なプレゼント、どうして見ず知らずの私なんかにくれるの？それは、美しい夢の中で誰かが貧しい思いをするところは見たくないからかな。あなた優しいのね。そういうことなら受け取っておくわ。ありがとう、初めましてのお兄さん。今度時間があったら私の歌を聴きに来てね。うん、きっと行くよ。ところでついでに教えてもらいたいんだけど、死にまつわる逸話って聞いたことないかな？死？それは怖い言葉ね。美しい夢には似つかわしくない。実は僕はタブロイド紙の記者で、今はピノコニーの怪談について調べてるんだ。君も知ってると思うけど、こういうのって怖ければ怖いほど注目されるだろう。だから何か知ってることがあるなら少し話を聞かせてほしいなって。ただの噂でよければ、死とは関係ないけど、現実のホテルではお客さんが眠ったまま起きなくなったことがあるらしいの。原因不明の昏睡だったみたいだけど、幸い最後は意識を取り戻したんだって。それはそうよね、だってファミリーがお客さんを守ってるんだから。ありがとう、今の話で十分だよ。シペのご加護がありますように。眠ったまま起きなくなった、夢の中で脳が死んだ時に現実の体で起こる反応に似てるな。後半の意識を取り戻したっていう言葉さえなければよかったのに。酔っ払えば夢を見なくなるが、悩みが消える。やっぱり俺は詩人になるべきだったんだ。お？それをくれるのか。こんなところでお人よしに会えるとは思わなかったな。それとも俺を憐れんでるのか。まあいい、どうでもいい。スラーダさえあれば十分だ。それがこの無教の真理だろ。スラーダは飲みすぎない方がいい。体に良くないからね。おっとお前の言う通りだ。だがその前にスラーダの悪魔に会ってみたい。スラーダの悪魔？その話詳しく聞かせてもらえるかな。
いいぞ。ああ、それはな、首の太い辰の落とし子だ。あいつらが言うには、それは酔っ払いの前に現れるのが大好きだそうだ。特に道端で酔いつぶれてるおっバカ野郎の前にな。あ、面白い。確かに面白いね。教えてくれてありがとう。安全にはご注意ください。何か危険なことがありましたら、ハウンドがいつでも力になります。あなた体調が優れないようですね。助けが必要でしたらホテルに連絡して強制的に覚醒させることもできますが。いや大丈夫、まだやるべきことが残ってるから。でもありがとう。わかりました。無理はしないでくださいね。何かありましたらいつでもハウンドにお声掛けください。ああ、実は聞きたいことがあるんだけど、ピノコニーで一番優秀なハウンドとして君は密航者と接触したことはある？密航者？ピノコニーに密航者なんているはずないじゃありませんか。どこでそんな話を聞いたんですか？そっか、わかった。じゃあお仕事頑張ってね。やっぱりファミリーはカンパニーに何も教えてくれないな。ってそんなの当たり前か。私と話がしたいんですか？構いませんが、デリケートな話題はやめてくださいね。お金を持っている人ほど夢の中で豪遊するものですが、自分から他人にお金をあげる人は初めて見ました。あなたも体を覆う金箔を分け与える王子になって、溶鉱炉で鉛の心臓を溶かしたいのですか？王子だなんて、それは持ち上げすぎだよ。僕はただこの宝石で君にあることを教えてもらいたいだけさ。君ほどのキャリアを持つ調査報道記者なら、使徒も接触したことがあるんじゃないかと思ってね。あら、あなたも好奇心旺盛なんですね。実はそれは私が業界に入った時に一番やりたかったテーマなんです。でも局長からストップをかけられてしまって。その局長は何て言って君を説得したんだい？理由は大したものじゃなくて、ただそんな根も葉もない都市伝説を報道したら私たちは三流メディアだと思われてしまうと言っていました。よく考えてみたらそれも一理あるかと思いまして、誕生日にろうそくを吹き消すと悪夢の幽霊に取り憑かれるとか、そんな報道をするのは正直プロの仕事とは言えませんからね。それは何とも不思議な話だね。いずれにしても話してくれてありがとう。僕に何か用？ごめん、てっきり僕の後ろにある何かを見てるのかと思って。これは僕へのプレゼント？何かの間違いじゃないか？大した金額でもない、ささやかなものだけど受け取ってくれると嬉しいな。本当に？まさか僕が他の人からプレゼントをもらえるなんて。僕の両親じゃなくてこの僕が。ありがとう、本当にありがとう。落ち着いて。実は君に少し聞きたいことがあるんだ。あれか、何を知りたいんだい？僕の父さんのこと、それとも母さんのこと？え、どっちでもないけど、僕が聞きたいのは無境の中で死に関する話を聞いたことがあるかってことさ。へえ、君も僕の父さんと同じことを言うんだな。父さんも危険はどこにでもある、夢の中でも油断してはいけないって言ってた。父さんはオムニックだから。
夢に入る方法が有機生命体とは違うんだ。だが仮に危険なことがあっても無境の中では僕を守れない。守る？身の安全も父さんに守ってもらわないといけないなんて、僕は本当に父さんに遠く及ばないな。皮肉だ。本当になんて皮肉なんだ。そのもっと楽観的になってもいいんじゃないかな。瑠璃も針も照らせば光るっていうしさ。花火が言ったことを覚えてる？君たちツガンニア人はマンホールの中にいるのがお似合いだって。あちこちこそこそ嗅ぎ回ってるみたいだけど、そんなに死の匂いが魅力的なの？クジャクちゃん。君か。ロビンが死んだ後テレビに現れた代役は君だってことにもっと早く気づくべきだったよ、仮面の愚者。君、ファミリーに呪いをかけられたんでしょ？あんなあからさまのヒントをあげたのにな。口の聞けない人を仲間にしてみたらって、こんな簡単な言葉なのに。その結果はどう？君は失敗したどころか自分を犠牲にすることになった。確かに口の聞けない人を仲間にするようにとは言ったけど、君自身が率先して口の聞けない人になれなんて言ってないのに。ほんと人の親切を無駄にするんだから。どういう意味だい？花火より君の方がよく分かってるんじゃない？歌えない小鳥が目の前で死んでいくのを黙って見てたのは誰？もちろん君だよね、クジャクちゃん。僕が聞いてるのは口の聞けない人になるの意味なんだけど。分かってて聞いてるでしょう。もうすぐ君も彼女と同じように永遠に口を聞けなくなるってことだよ。でもまあ花火としてはそれも悪いことじゃないんだけどね。だって僕が真実に触れようとしてるからだろ。ふん。愚者、僕がこんなチャチなバッグを持って街中で安っぽい宝石を配ってたのは何でだと思う？全部君に見せるためさ。僕がうろたえればうろたえるほど君を釣れる可能性が上がる。ずっと君を待ってたんだ。こんなに頑張ったんだからご褒美として答えを教えてくれてもいいんじゃないか？なんで花火が君を助けないといけないの？君はピノコニーを大混乱に陥らせたいんだろう。僕にはそれができる。ただ一つだけ確かめたいことがあるんだ。あの時君が僕に言った口を聞けない人っていうのは本当にロビンのことだったのか？もしいいやって言ったら？ありがとう。その言葉がこんなに親切に聞こえたのは初めてだ。なるほどね。花火君を見くびってたみたい。でもそれがどうしたっていうの？教えてあげる。口の聞けない人って定義に当てはまる人はもともと二人いたの。でもロビンは死んじゃって、もう一人はまだピノコニーにいるけど、多分もう君には見つけられないだろうね。愚者、今なら確信を持って言える。
僕は最初から正しい道を進んでた。ちっとも間違ってなかったってね。今の僕に足りないものは二つだけ。一つは真実の裏にある意味、もう一つはそれを明らかにする方法だ。そっかそっか、よかった。また花火の大好きな向上っぷりを見せてくれる気になったんだね。でもそれって何も分かってないってことじゃないの？いや、これまでに見つけた様々な痕跡からそれが確実に存在することは証明できてる。それで十分だ。今挙げた2つの問題の答えについては17、あ、いや16システム時間あれば全てを明らかにできるだろう。16システム時間？本当に足りるの？それならもう少し君を焚きつけてあげようかな。はい、これあげる。これは花火のコレクションの相互保証破滅ボタン。花火も同じのを持ってるんだ。花火か君のどっちかがこれを押せば、もう一人はすぐにピノコニーもろとも爆発するの。もし君が本当にカンパニーをピノコニーに引き入れたくて我慢できなくなったら、ゲームテーブルそのものをひっくり返すのも一つの手だよ。最初からやり直せばいいんだから。カンパニーってそういうの得意でしょ。だからどうしようもなくなった時はそれを押して。もちろん花火に連絡してくれてもいいけどね。花火の最後の気遣いだと思って。そんなに危険なのか。ファミリーは君の言葉を真に受けなかったんだね。そうじゃなければ君がこれを持ち込むこともなかっただろう。君は花火にはそれができるってことだけ知ってればいいの。残念だけど君の提案は断らせてもらう。君のおもちゃが本当に役に立つかどうかわからないし、僕は君の言う口の聞けない友人を探しに行くつもりもないからね。まあその人がまだピノコニーにいるって聞けたのは嬉しかったけど、後のことは自分でどうにかする。ファミリーの崩壊を祝うためのショーを用意するんだ。クライマックスでは高い壁が崩れ落ち、人々が目覚め、口の聞けない人も再び声を発することになる。その時が来たらボタンを押して盛大な花火で盛り上げてくれ。それじゃあまたね、グシャ。この子に及んでまだそんな大口を叩けるなんて。でも約束だよ、絶対花火をがっかりさせないでよね。戻ったか、35番。そのお守りは気に入ったか。商品コードもお守りになるのか。黙れ、発言を許可した覚えはないぞ。ツガンニアのハイエナめ。あの黒いスーツの連中は多くを語らなかったからな。お前が一体どんな手段を使ってあの大虐殺を生き残ったのかは知らねえ。だが俺はお前が幸運だと思って買い取ることにした。今後お前とお前の運は俺の財産だ。わかったか。お前への最初の命令は至ってシンプルだ。俺はお前の他にも34人の奴隷を買った。そいつらとゲームをしろ。2日間生き延びることができれば
お前の力が本物だという証明になる。狂ってるな。はっ、ただの検品だ。購入費用が無駄になるのが怖くないのか。金なら有り余ってるからな、金髪小僧。反整形奴隷市場にはお前みたいな身の程知らずなクソガキは腐るほどいる。だがお前は見た目が悪くない。だから大勢の客がガリガリに痩せたお前にかけてるんだ。さあ行け。俺を失望させるなよ。いくら使った？ああ、なんだって？僕の価格さ、一体いくらで僕を買ったんだ？ふん、知りたいか？いいだろう、知りたいなら教えてやる。60タガンバだ。あんたと賭けをしたい。60の半分、30。もし僕が生きて戻れたら、それを僕にくれ。賭けるかい？ははは、俺と賭けをしたいだと？なかなか骨があるじゃねえか。だが悪いな、それはできねえ相談だ。奴隷、自分の立場を忘れるな。お前にはテーブルにつく資格なんざないんだよ。お前はただのチップ。他人に握られて投げられるだけの命だ。さあ、主人のためにもっと多くのチップを持ち帰ってこい。それができないなら二度と帰ってくるな。オールオアナッシング。俺の顔に泥を塗るんじゃねえぞ、ラッキーボーイ。